カンボジアのマサトです。今回はヨネックスさんのラケット、ネクシーが 90V をゲットしたので、こちらに新しくグリップを巻いていきたいと思います。グリップの巻き方は、選手によって、こだわりがあると思うので、今回は僕のグリップの巻き方を紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。 GO。それでは、開封の儀やっていきたいと思います。めちゃめちゃ綺麗ラケット。ガットはこの間貼ったばかりです。新品のラケット使うのはいつぶりだろう。こんな感じです。モトグリップ、僕は結構手汗をかくタイプなんで、モトグリのまま使うことはできません。なので、こちらのグリップを使っていきたいと思います。僕はグリップを巻くときに、グリップエンドから巻くのではなく、このようにグリップのちょっと上の方から巻くようにしています。その理由は、僕はラケットをわりかし長めに持つようにしているので、だんだん長く使っているとグリップがずれてきてしまうことがあるので、そのような時にこうグリップが下にずれてしまうことを防ぐために、このように少し上から巻くようにしています。ここから先は特に大きなこだわりもなく、できるだけ均等になるようにして巻くことを意識しています。この幅については結構好みがあると思うんですが、僕はだいたい下の元グリと同じぐらいの幅に合わせて巻くようにしています。きっと中にはグリップを巻くのが苦手な人もいると思います。この動画を見てもらえば分かると思うのですが、僕は右手はグリップを持つ方の手は固定していて、ラケットを持っている手を回すことでグリップを巻いています。こうすることによってグリップをきれいに安定して巻くことができるので、もし苦手な人はこのようにグリップを持つ手を固定して、もう片方のラケットを持つ手でラケットを回しながら巻いてみることを意識してみてください。最後の部分はこのように上に巻きつけるようにしています。ハサミがない時などもあるので、そういう時のためにも、切る必要がないようにするためです。グリップを巻き終わったら、最後はグリップを留めるシールを貼っていきます。ここはもうどんな風に巻いてもグリップがしっかり止まっていればいいと思うんですが、僕の場合はこのように一周巻き終わったら、最後のテープの部分をこのように斜めに貼るようにしています。なぜこのように斜めに貼るのかというと、特に理由はありません。これがグリップの巻き終わりの完成形です。やり直しなく一発で巻いてこんな感じです。僕はグリップを巻くのが得意なので、もし今後大会会場や練習などでリクエストがあれば、グリップの巻き人としてリクエストに応えたいと思います。ぜひお気軽にお声掛けください。いかがでしたでしょうか。以上が僕のグリップの巻き方についてでした。僕の場合は、グリップの最後のここの部分を残したり、シールをこのように斜めに貼って終わるというような、変なこだわりがありますが、もしちょっと気になったという人はやってみてはいかがでしょうか。
もしこの動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。